はい、シロです。今回、ですね、ネット嵐を予測するアルゴリズムというところのニュースが気になりまして、えー、ちょっと動画撮ってみました。これを見ると、ですね、すごいのは、5から10件のネット投稿を調べるだけで、コミュニティで嵐をしそうなメンバーを予測できるアルゴリズムが開発されたという形なんですよね。Google の資金提供を受けたスタンフォード大学とコーネル大学による研究だということなんですよね。 で英語での嵐はトロルと呼ばれるもともとは北欧の伝承に登場する妖精の一種だが厄介者という耳もあるということなんですよねまあ5から10件だけでわかるというのはすごいですよね、まあ、やっぱり特徴がねいくつかあるそうなんですけれどもニュースサイトの CNN や、えー、政治サイトのブレイトバードかな ゲームサイトは IGN のコーメントフォーラムセクションという3つのコミュニティを18ヶ月間にわたって調査した。最初となったユーザー数は合計で170万人、投稿検査は4000万件ということです,すごいですよね。まあ、この研究ではネット嵐の行動が長期にわたって観察され、最終的に何が原因でコミュニティへの立ち入りを禁止されたのかが分析された。その結果、嵐は投稿回数が多く、スペルミスや文法間違いが散見される、しかも時間とともに悪化する。 さらにコミュニティ側にも彼らの反社会的行動を増長させる培養機能役割を果たす傾向があることが分かったということなんですね。まあ、こういうところってですねやっぱり2ちゃんとかでもあると思うんですけども、あのー、将来的にですね、まあ、塾の経営ですとかやっぱり情報発信をやっていく上で、えー、メールを受け付けるなんていうのがあったりするんですけどもそういう時にねこういうのちょっと役に立つのかなって思ったりしました。 あと、あの知り合いの方ですね、やっぱりホームページですとか、あとネットショップなんかをやってる方に関しては、こういうのがやっぱり必ずね数、数出てきちゃうというらしいんですよ。で、こういう人たちのメール対応するだけでもう一日が過ぎてしまったりとか、まあ、彼らは暇なんでしょうね。あのー、まあ、とにかく、しょっちゅうしょっちゅう,こうメールを送ってきてですね、どうなってんのどうなってんのみたいな形で、とにかく困らせると。 困ったたちゃんんみたいなな形があるそうなんで,すけど、ね、で、すけまあ、ここにもね、書いてあります CNN で立ち入りが禁止されたユーザーは、禁止されるまでに264回の投稿を行っていた、平均的なコミュニティメンバーは、道頭期間で22回しか投稿していなかったということですからね、相当なこう投稿数になってくるんでしょうね。 悪質なユーザーは平均的ユーザーと比べて返信を受ける回数も多かった。研究者たちによると、これは彼らが時間だけかかる無駄な論争に他人を引きずり込むことに成功した可能性があることをしているというと、こうした嵐に対してコミュニティ側が厳しいフィードバックを行っても反社会的行動をさない激化されるだけになる可能性があると研究では主張している。 これらのプラットフォームはそれぞれ反社会的行動をやめさせるためのメカニズムを組み込んでいると研究では指摘している。コミュニティでの議論の管理や賛成反対,票反対投票をする機能、問題投稿を報告できる機能、ミュート機能、さらにはもっと根本的にユーザーの投稿機能、完全ブロックというものだと。やっぱりこういう機能をね、付けとかないとまずいんでしょうね、やっぱり。 ただし、研究で開発されたアルゴリズムが将来の嵐として選び出したユーザーの5人に1人は間違って特定されたもので、立ち禁止になることはなかった。クラウドソーシングなどを利用してユーザーをさらにきめ,こくきめ細かくラベル付けすれば、より幅広い行動情報が明らかになるだろうと、研究チームは伸びていると。まあ、こういうのはね、ビッグデータともこう捨てらっしゃわせてやっていく必要があるんでしょうけど、 あまりにありすぎるとね、個人的な管理につながるんじゃないかっていうところで、難しいところでもありますけれども、やっぱりですね、あのー、こういう嵐っていう行動は、やっぱり、ね、インターネットで顔が見えないと、さらにこう加速していくっていうのは、これは仕方ないところだと思いますね。だけれども、完全に消すってことは難しいですね。だけれども、あの自分でこういう運営を行っていくっていうのは、かなり減らすことができるというやり方も、 一つの方法だとしてこれは取り入れたいなっていうところでもあります。はい、今回はですね、ちょっとこういった嵐の対処方法が自分にタッチにとってどういう役に立つかっていうところも少し掘り下げてみてみました。今回はえ以上です。どうも聞いていただいてありがとうございます。